激簡単ハニートーストを作ります。イエーイ。ハニートーストって何？ハニートースト、カラオケ屋さんとか出てくるでっかい食パンのハニートースト。あー、あれか。ハニートーストって何で作る？パン。そう、パン。天才。でもあれ分厚いパンだよ。そう、大きい食パンって売ってないからこれを使います。無理で打ち切る。テレリリッテリー、食パン。材料はこちらです。バナナ使うの？そう、バターでくっつけて、海苔の代わりに。バターでくっつけて1枚。何枚使う？2枚。4枚。5枚。ああ、じゃあ曲げる。全部全部いいよ、いいよ。食べちゃダメ。あげたのママじゃん。いくらなんでもそれはひどいよ。分かった人。じゃあどうやってやるかっていうと、じゃあまずはマーガリンを1枚ずつ塗ってください。やっぱな。結構たっぷりめに塗って、たっぷりめに、はい、塗って塗って。塗れた後こんぐらい。あ、いいじゃんいいじゃん、塗った。よし、上手。じゃあ塗ったら次はトースターで焼きます。トースターに食パンを入れて、2枚ずつ入れて1分から2分チン。うわ、ほんとだ、焼けた。バターがふわふわです。重ね方違うんだ。そう、ねえ、お星様みたいな。ほら、並んできました。あともう1個乗せるよ。その間にじゃあバナナ切ってくるかな、ハルト。どんぐらいどんぐらい。うまいうまい。そう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 、食べやすいです。なんじゃ、ずっと食べてる。ゆるいよ。あああげねえよって。そしたらここに蜂蜜をちょっと垂らして、ママ1枚にちょっとだけよ、わーってかけて、ダブル。はい、どうぞ。おいおいおい、よし、じゃあこれずらしていくよ。ずらして重ねて、そしたらバナナ周りを飾って、こういう感じ。この真ん中になんか来るから、真ん中開けるよ。最後にのせるよ。お、アイスか。アイスか、最後。最後にせーの、あ、バーン。うわー、マジか。うおもうちょっと、もうちょっと、これ全体全体にアーモンドかけて。激簡単ハニートーストの完成。いただきます。もう直接いっちゃいなよ、直接いっちゃいな。ほら、めっちゃハート取れる。次、アイスからいけ、アイスからいけ。ふわ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 、パンとアイスとバナナの伝説のコラボレーション、ね、おいしい。うん、うん、食べたい人。切って切って。どうだった、作ってみて。楽しかった。簡単だしね、簡単だし楽だし美味しいね。ハニートーストってこうなっちゃうよね。ぐっちゃぐちゃになっちゃうよね。ワンちゃんバナナばっか食べてる。ママチョコソースでデビューしちゃいました。今食べることに必死です。もうあっという間に食パン5枚がなくなってる。YouTube のチャンネル登録もお願いします。